しいと思うんですけどね、言うてますけどもね、それついてきてくれたら分かりやすいと思うんで、こちらお願いします。じゃあまずこの扉を抜けて、こちらがトイレになります。あれ誰かいる、あんた、あ、カシオとかねえかよ。おい、これちょっと待ってな、うん、これあ、お前かい、おい、お前かよ、ビールのお手洗い使ったらダメやねん。ああ、そうだね。ここだけ気をつけろな。ここだけ気をつけてください。大丈夫ですよこれ。じゃあ次行きましょう。階段降りて降りて。こけないように気をつけてください、ね。気をつけてね。お願いしますよ。あれ？誰かいる？誰？ふなつです。ふなつや。ふなつかよお前。僕はここでビルのお手洗いは使用禁止です。さっき言ったさっき言ったさっき言ったよ。めくれめくれめくれ、これ階段降りちゃダメなんで降りないでください。降りちゃダメです。分かりますね、降りちゃダメです。じゃあ次行きましょう、次行きましょう。よーあれ野球少年か、あれ小学校先生の俊平です。俊平くんじゃねえかよ。俊平くんじゃねえかよ。ちょっと行きたかったらこっちで。はい。そう、タイミングよ。ここ。お母さんにも言われてるけど、大でも小でも座ってやるのはあかんて。当たり前だ。はい。ということでね、はい、ステップホールのトイレの行き方、これ参考に見ていただくと嬉しいです。どうも。